なんだかとんでもないモンスターが暴れまくったみたいに見えるな。ええ、光が強くなってきてる。これは食った。穴には違いないけど、とんでもない大きさだな。ええ、村が飲み込まれてしまっている。うにゃー食うなんてことは考えるな。あれ、俺を食んちゅうなんかと間違ってるんじゃないのか。ひょっとして俺はな、ただのアイドルじゃない。この声はビッグデイグレートな。ライダーさん、ライドオンの
すげえな。モンスターを仲間にできるなんて、ビッグでグレートだぜ。あ、兄貴、兄貴。呼んだか相棒。兄貴に会えるなんて夢みたいだぜ。で、そりゃこっちのセリフだ。生きてるとは思わなかったぜ。ナビルーのお兄さん？オルゴだ。血はつながってないけど、俺にとっては本当の家族みたいなものなんだ。お前、今はナビルーって呼ばれてるのか？自分でつけた名前だぞ。かっこいいだろう。ああ、びっくりグレートだ。その上、その上？そうか。いや、ビッグでグレートだよ。そうだろう、そうだろう。礼をしたい。俺の家に来てくれないか。今はこの辺に住んでるのか？ああ、いろいろあってな。俺もいろいろあったんだ。兄貴と話したいことが山ほどある。二人ともちょっと寄り道してもいいか？え、そうだ。まあ見ての通りアイルーの隠れ穴だけどな。どういうことだよ。帰る家を失った者たちが寄り集まってできた場所さ。帰る家がなくなった？さっき大穴を見ただろ。あの場所に俺たちが暮らしていた村があったんだ。そうだったのか。兄貴もいろいろあったんだな。お前と同じさ。だけど楽しくやってるぜ。家族はいい。そうか、家族か。だがあの大穴ができてから恐ろしいモンスターが現れてはアイルーや人たちを襲っている。中にはさっきみたいに様子のおかしなモンスターもいるんだ。大変な目に遭ってるのね。何か力になれることはない？そうだぞ兄貴、何でも言ってくれよ。いいのか？遠慮はなしだ。家族が困ってるところをほっとけないって。ありがとな、みんな。支度をしたらモンスターの調査に出かけようぜ、ライダーさん。
お見事。あん？いや、必要ない。狩るためじゃないからな。さすが。茶化すな。お前ら、なんでここに？またレウスを奪いに来たんだろう。しつこい奴らだな。そうじゃない、ここは私の。行くぞ。待ってくれ。なあ、あんた、ビッグでグレートだ。さっきの技見事だったぜ。相変わらず目は確かね、オルゴ。久しぶりだな、月の。え、兄貴たち知り合いなのか。ええ、ところでどういう風の吹き回しだ。勘よ、少し嫌な予感がしたから近くまで来たの。まさかあなたたちに会うなんてね。相棒や月乃と再会できるなんて嬉しいぜ。俺たちは切っても切れない絆で結ばれているんだろうな。ただの腐れ縁かもしれないけど。そう言うな。とにかく礼がしたい。これからのことも相談したいしな。これからのこと？何それ。これだけビッグでグレートなメンツが揃ったんだ。協力すればモンスターが暴れてたって追い払えるだろうからな。兄貴、協力って、私たちが？みんなのおかげで助かった。本当にありがとな。なんだか妙な雰囲気だな。知り合いなんだろう？なあ兄貴、さっきのモンスターを放っておくことはできないけど、俺たちが協力するっていうのはちょっと。知り合いじゃないのか。関わりはあるけど、それほど簡単じゃないの。協力した方がいいと思う。お その心は？アイルーや人々の力になりたい。私たちが探す真実にも近づくことができると思う。オルゴたちの力になりたいし、そうすればあなたたちの目的にも近づけるってことね。そう、ハンターはモンスターを追う方法を熟知している。ライダーは行動範囲が広い。お互いの利点を生かせばモンスターを探し出せるはずよ。なるほど、一理あるわ。ライダーと手を組むなんて、お前だって見ただろ。こいつらのレウスは妙な力を持っているんだぞ。確かに、でもそれが破滅の力かどうかは今となってはわからない。破滅の力ってのは？妙な光を浴びたモンスターが凄まじい力と共に狂ってしまうんだ。村の一つを消すくらいわけない力だ。そうなのか。レウスは破滅の力なんて持ってないぞ。だよな、俺もそう思う。俺たちの村はこいつらが来る前に消えた。こいつらとは関係ないと思う。白黒つけたいんなら取っ組み合いをして決着をつけるといい。どっち？アイルーの喧嘩じゃないんだぞ、兄貴。にゃはは、そうだってね。とにかく俺はみんなに手伝ってもらえたらありがたい。分かったよ、兄貴の頼みだもんな。カイル、力を貸してくれる？月乃の頼みを断りたくない。カイル、本に来ます。だけどこれだけは言っておく。もしもお前のレウスがまた妙な力を出したら、その時は俺が仕留める。
モンスターはこの辺りにいるはずよ。それじゃあみんなで手分けして探し出そう。お前らは引っ込んでろ。モンスターを狩るのはハンターの役目だ。なんだと。待てよ、わかるぞ。腹が減ったらイライラするもんだ。あんたね。だよな、兄貴。
大丈夫だい。ビッグでグレートだったぜ、相棒。兄貴、怪我の手当てをしないと。いいかな。それじゃあ俺たちは先に帰ってるからな。私たちのことを無理に理解してくれとは思わない。でもあなたもハンターなら知っておくべきことがある。みんなが思っている以上に世界の状況は深刻。大穴にはモンスターが関係しているかもしれないの。何？信じられないならそれでもいい。俺はハンターのことしか知らない。だからお前たちのことはわからない。そうだと思う。モンスターと絆を結ぶってどういうことだよ。なんでモンスターを操ることができる？操ってなんかいない。モ
ンスターはライダーに力を貸してくれているだけ。絆もそう、特別なものではない。あなたと月乃にも絆があるように。ライダーとモンスターは互いに足りないものを補い合って、過酷な環境の中で共存してきた。今もそう。この異常事態で被害を受けているのは人間だけではない。モンスターも被害を被っている。私たちは敵ではないわ。ドーナツ食べないの？なんか大事なことを忘れてる気がしてさ。ナビル、ところでさっきのあなたの力だけど。え？ああ、これのことか。オルゴは知らなかったみたいだけど。兄貴と知り合った後に手に入れた力だからな。俺の話を聞きたいか？ちょっと長くなるぞ。もちろん聞きたい、話して。ノラ・アイルーだった俺は、住むところも名前もない寝なし草でさ、売られた喧嘩を買ったところを兄貴が割って入ってきたんだ。わかるぞ、腹が減ったらイライラするもんだって言ってさ、相手はすっごく怒っちゃって、バカにするなって二人まとめてボコボコにされたんだよな。お前見どころがあるぜ。ビッグでグレートになれ。いろいろ気にかけてくれて、俺も兄貴って呼ぶようになって、広い世界へ出て一緒に世界の果てを見ようって約束したんだ。でも下手を打って捕まって、兄貴とは離れ離れ、約束は果たせなかった。体をいじられて記憶を失って手に入れたのがこの力だったんだ。そうだったの。でもまた会えてよかったわね。ああ、約束を破った俺を責めることもなかった。ビッグでグレートなのね。そう、ビッグでグレート。それに、それに。どうしたの？そうだ、ビッグでグレート、その先に大切な合言葉があったのに。アイルーたちが庭園の奥で何かを見たって言ってるの。すぐに来て。何か？あわあわ言っていてよくわからない。見に行ってみないと。帰る。
俺にはわからない。お前のレウスがどんな力を持っているのか、大穴が発生する理由も、レウスを捕まえようとしていた連中の正体も、わからないことだらけだ。でもお前とレウスの絆の強さは分かった。それが凄まじい力をねじ伏せられることも。カイル！大穴のことは俺たちも調査する。ハンターとライダーで当たった方が効率的だからな。カイル、さあ戻るぞ。人間はとても興味深い。私たちより成長する速度が速いから。あなたも変わった。マハナ村で出会った時よりずっと頼もしくなった。そういえばレウスのことだけどな、アイルーから気になる話を聞いたんだ。え？破滅の翼だかなんだか知らないけど、大昔とんでもない力を持つレウスがいたそうだ。その伝説を記した石碑のある村があるらしい。その村はどこに？ベルガ火山を越えたところにあるらしい。もしかしたらあんたたちのレウスと関係あるかもしれないと思ってさ。それは行ってみるしかないな、ライダーさん。ベルガ火山を越えたところといえばヌアッテ村のことかも。ルトゥーよりも外との関わりを絶っている地だったはず。でもそこに伝説の石碑はあるんじゃないのか。迷っている場合じゃないわね。行きましょう。教えてくれてありがとう、オルゴ。それじゃあここからは別行動ね。私たちは大穴の調査に向かう。何か分かったらこの子を飛ばして知らせるわ。ああ分かった。レウスを奪おうとした覆面のライダーたちが気になる。気をつけろよ。行くぞ月野。了解。みんなまたね。さあ俺たちも行かないとな。ベルガ火山まで俺が案内する。支度をしたら出かけようぜ。ああ